鉄道150年の年、2022年の9月22日を最後に、長崎本線の特急列車かもめ号は全部引退しました。そして翌23日からは、西九州新幹線の武雄温泉と長崎の間が開業しました。その様子を皆さんに紹介します。西九州新幹線は現時点ではまだ全部完成したわけではありません。そこで新幹線の武雄温泉までは博多から連絡特急のリレーかもめ号に乗り、そこから新幹線のかもめ号に乗り換えて長崎へ向かうという連絡の形態です。ということで、ここは博多から長崎へ向けての移動となります。皆さんご存知のように、西九州新幹線は今部分開業となっていまして、連絡の特急列車と乗り継いで利用することになります。ただし切符の購入の仕方は結構簡単で、西九州新幹線と表示されたところからピッと選ぶと、連絡の特急列車と一体になった切符を簡単に購入できるようになっています。乗車駅は博多、そして降車駅は長崎とピッピッと選んでいけばいいということになります。これに表示された長崎までの運賃料金は6050円です。そのうち3190円が特急料金ということになります。これがその切符、博多から長崎まで実際には2つの列車に乗りますが、1枚の切符で発券されます。注目ポイントはこれですね。監督在特と書いてありますが、これはですね、新幹線と在来線の2つの列車を同時にこのように購入した場合、ちょっと割引が入ることになっているのだそうで、それ関係の表示だと思います。でところがですね、実際にはもっと大幅な割引が実施されています。 JR 九州ネット予約のサイトからピッピッと操作をして検索をしてみますと、値段なんと同じ区間でほとんど半額の3200円からと出ています。ネット予約するとかなり安くなります。今はキャンペーン価格で全部込みで3200円から超安いです。そうでなくても普段から3600円で利用できます。また途中の武雄温泉まではリレーかもめという特急列車に乗っていくわけですが、これは基本的にこの間まで特急かもめ長崎行きで運行していたものをそのまま使い続けることになります。つまり旧型車にもそのまま乗り続けることもできるわけです。特に素晴らしい車両だなと個人的に思うのはこの黒いかもめです。787系。この間までは7両の特急かもめでしたが、今回8両に増結されました。一番の見どころはやはりグリーン個室、一部屋しかありません。驚くべきデラックスさ。しかし結構安い値段で利用できます。またこちら一般のグリーン車です。背もたれを微調整することができ、結構複雑な機構でかなり快適です。奥には JR 九州にしかないデラックスグリーンという特別な座席もまた備えています。さらに普通車も大変評判が良く、天井は飛行機を思わせるような優美な仕上げ方、さらに車内の落ち着いた雰囲気も好評ですが、他にも同じ料金で利用できる普通車としてこういうのもあります。1両だけ4号車ですね、連結されているのが、天井がドーム型になっている場所です。これはもともと食堂車であったのを改造したものです。3名以上でご利用になるときはグループ席を利用することもできます。これも指定席として基本的に運用されることになります。2種類目のリレーかもめを紹介します。これは緑リレーかもめです。緑リレーかもめと言いながら色はオレンジ色で、なんだかよくわからない感じかもしれませんが、後ろには確かに緑色の車両が連結されています。まあ、色が緑とかですね、緑リレーかもめとは何なのかとか、そういったことはあまり考えない方がいいかもしれません。考えれば考えるほどややこしくなりますが、一応ちゃんとした理由はあります。難しいのでここでは説明しません。そしてこの緑リレーかもめは8両での運転となっていて、前の4両と後ろの4両でこのように顔や内装が全然違います。座席の構造などは基本的に同じですが、様々な種類を味わえるのがリレーかもめの面白いところです。まずはこの前側オレンジ色の車両、連結されているグリーン車です。車内は木目調にリニューアルされていて結構かっこいいと思います。そして普通車も前方の景色を楽しむような構造ではありませんが、やはり雰囲気がいいです。こちらの方がリニューアル車両ですが、一方でそこまではリニューアルをがっつりとやっていないのが後ろについているこの緑色の車両です。この緑色の車両の方にもグリーン車が連結されています。こんな感じ、落ち着いた雰囲気のグリーン車、窓辺にテーブルがついていて、これもこれでいいと思います。また普通車はちょっと昔の映画館とか、それこそ国鉄特急のような雰囲気です。博多から佐賀県の武雄温泉まではこのリレーかもめ号で移動することになるわけですが、これはめちゃくちゃ早いです。全国の在来線の特急列車の中でもトップレベルに早いんじゃないですかね。走っている区間がほとんど山も存在せず、まっすぐ高速でぶっ飛ばせるような区間ばかりだからです。ということで、新幹線に乗るまでの間、新幹線ではありませんが相当早い手段で移動ができるということだけはお伝えしておきます。最高時速は130キロ、今の速度を測ってみますと時速120キロということで、まだ速度には余裕があるわけです。そして長崎に行くときは進行方向の右手後方になります。この名所は吉野ヶ里遺跡です。リレーかもめ号から見られるんですね。
場所は一瞬だけです。さて3種類目のリレーカモメを紹介します。これは白いリレーカモメです。この間までやはり長崎行きの特急カモメ号として使っていた車両です。この車両が一番スピードが速いです。リレーカモメのグリーン車はこのようになっています。3列掛け、だいぶシンプルでオフィスみたいな装いで面白いです。白いリレーカモメ、緑リレーカモメ、黒いリレーカモメ、3種類どれもグリーン車を用意しています。一方で乗り換える西九州新幹線カモメ号にはグリーン車はついていません。乗車時間が短すぎるので、まあ使う人はいないでしょうね。この白いリレーカモメ、先頭のところに座ると前面展望を見ることができますが、運転手さんが非常ブレーキを解除すると前方のところにですね、こんな風に景色が現れて面白いです。ただ目線をだいぶ高くしないと前方の景色を見ることはちょっと難しい構造になっていますかね。カーブに差し掛かると車体を大きく内側に能動的に傾けて高速で走ることができます。列車は広告駅に止まりました。リレーカモメ号の停車駅です。この間までは肥前山口と言いましたが、駅の名前が新幹線開業駅に改められました。この広告から先、線路が二手に分かれます。昔はここの分岐をまっすぐ進み長崎へ向かっていました。ここからまっすぐ進むのが長崎本線。しかし新幹線が開業してルートが変わりました。毎日40本以上特急列車を走らせていたこの左手の線路は、今や観光客や地域輸送だけを担う鉄道に様変わりしました。そして列車が入ったこの右手の線路、佐世保線がまた昔のように大動脈の役割を取り戻したのです。これがどういうことか簡単にご案内します。もともと長崎への道筋はただ一つ、今の佐世保線しかありませんでした。ところが昭和戦前期になりますと、よりたくさんの列車を効率的に走らせる必要があるということで、有明海に沿って今の長崎本線を新しく建設しました。そしてそれがついこの間の特急列車の廃止までメインルートとして使われ続けていたわけです。ところが今は西九州新幹線が武雄温泉にやってくるようになりましたから、ここまでもう一度特急列車を佐世保線経由で通す必要があるということになりました。そして佐世保線はメインルートにまた返り咲くことになったわけです。広告から先、線路は単線で1本での運転をしていましたが、まもなく通過する大町からは線路が左右二手に分かれます。この佐世保線、お客さんがそこまでは多くないということで線路1本で長らく運行を続けていたのですが、これから先しばらくの間線路2本に増強された区間となります。西九州新幹線に連絡する多数の特急列車を高速で走らせるため、このように2つの線路に増強したのです。こうすれば反対から列車が来ても道を譲り合うための停車をしなくてもよくなります。反対側の線路はかなりがっしり新しい作りをしていることがわかります。新幹線だけではなく在来線の改良も進んでいるのです。大町からしばらくは複線区間を走っていましたが、武雄温泉の手前高橋駅で上下の線路がまた1本に合流します。つまりここまでは複線になっていましたが、ここからはまた単線になってしまうわけです。これはなぜかと言いますと、ちょうどここの辺りで上下の列車がすれ違うようなダイヤ設定にしておけば、ダイヤ乱れの時でない限り上下の列車もスムーズに運行ができ、問題がないだろうという JR 九州さんの考えだと思います。武雄温泉駅は高架の構造になっています。そして列車が走っていく線路の左側には、もう西九州新幹線の線路がもう少し手前の方まで伸びてきているのが見えます。将来はこれが何らかの納得いく形で博多まで伸ばされることになるだろうと思います。西九州新幹線かもめ号は進行方向、前の方から1号車、2号車の順に、一番後ろが6号車まで6両編成で運転を行います。降り口は左側です。10番乗り場に着きます。到着する武雄温泉駅、降り口は左側です。左手にもうすでに新幹線になりましたかもめ号長崎行きが停車しています。これが西九州新幹線で最も注目されているポイントではないでしょうか。久々の復活です。新幹線と在来線特急の対面乗り換え。新幹線を博多まで伸ばせればよかったのですが、様々な事情でそれは難しいということになりました。そこでこのようにリレーカモメから降りて、改札とかそういったものは何もなく向かい側に止まっている新幹線のカモメ号にそのまま乗り継いでいくという仕組みです。今のクラブツーリズムの大塚さんですね。さてこれが新しい新幹線カモメ号の車内です。 N700S という東海道新幹線の最新型と同じ構造になっています。この車両のまずは自由席を紹介していますが、このような黄色い座席、乗り心地はかなり快適です。
リクライニングそこまで倒れちゃうのというぐらいに大きくびっくりするぐらいに倒れるんですが、これはそう感じているだけという部分もあります。よくできています。背もたれだけではなく座面も一緒に沈み込むような構造になっているんです。そして普通車の指定席はこんな感じ。やはり落ち着いた雰囲気の JR 九州ならではの広い座席となっています。横幅は指定席の方が広いです。そしてコロナが何らかの決着がついたらばこういう姿も見られるかもしれませんね。この対面乗り換えですが、正直な感想なんですけど、思っていたよりもだいぶ速やかに簡単に済んでしまいました。一瞬でしたね。ただね、乗るリレーカモメとカモメの何号車に乗るのか、特に指定席の場合は号車の場所をよく揃えておくといいと思いますね。号車番号がずれてしまうと何両分も歩く羽目になるかもしれません。またネットで結構ね、この対面乗り換えこんなんじゃダメだみたいに鉄道マニアの方とかからも叩かれていたんですけど、九州の方だったら、ね、分かるかなと思うんですが、博多から大分に行く特急ソニックの小倉駅の座席回転とそんなに手間は変わらないかなという印象です。小倉駅で反対側から来るお客さんとか降りるお客さんとかうまく避けながら周りに気を使って座席回転をする、この手間よりはね楽だと思いますよ。ということで、お待たせいたしました。西九州新幹線の武雄温泉から長崎までの実際のその景色を皆さんにご覧いただきたいと思います。ちなみに皆さんももうご存知かもしれませんが、これは実際の営業運転よりも前に試乗会というのを開いていただきまして、それに乗せてもらった時に撮影した映像です。ですから私は皆さんよりも早く西九州新幹線に乗っちゃいました。まっすぐ奥まで伸びていくこの道、武雄温泉の楼門などがある温泉街の中心まで続いています。そして駅を過ぎると進行方向の右手に在来線の佐世保線が分かれていきます。この武雄温泉と博多の間ではほとんど山のような地形はないのですが、ここから先見てください。在来線の踏切があそこにありますが、険しい山に分け入っていくことが分かります。これから有田廃棄に向けて西段峠という険しい峠道があります。在来線は山を登らなければいけませんが、新幹線は山に登る必要はありません。山に長いトンネルを掘ってそこを次々と抜けていくだけ。ところが思っていたよりもそれらのトンネルも短く、外の景色が見られる場所も想像以上に多かったです。この辺りにはもともと長崎街道が通っており、江戸時代までは物流の大動脈として機能していました。しかし明治の鉄道時代になると佐世保や有田などが優先されて、山道も険しいこの土地には鉄道が通ることはなく、メインルートから外されていきました。そこに今回西九州新幹線が開業したのです。120年の時を経て人の流れはまたここに戻ってきました。確かに険しい山の中を進んでいるようですが、最新の技術で山は全て切り開き、必要があればトンネルで穴を開けて、新幹線は平坦な都市とどこも変わることがないよというような感じで走り続けています。次の停車駅は嬉野温泉です。嬉野はもともと交通の要所として栄えましたが、明治以降は鉄道のルートから外れてきました。戦前に簡単な鉄道が存在した時期もわずかにあったそうですが、それも1931年には廃止され、今回91年ぶりに新幹線の形で再び鉄道が戻ってきました。なんと伝統的な鉄道に乗っているものでしょうか。西九州新幹線は100年前から存在したんじゃないかという気になってきます。今車窓に見えてきている長崎自動車道は西九州新幹線と並行する高速道路です。令和の長崎街道を進んでいると思えて気分が良くなってきます。列車の速度が早速落ちてきました。おそらく武雄を出てから200キロ出してなかったんじゃないかなという気もしますが、どうでしょう。これは今回が試乗会だったからかもしれませんが、武雄を出て次の嬉野温泉までの間、その距離はだいぶ短いようです。高い防音壁にたくさんまた防音材が貼られていて、景色は見えないのかなと思いきや、見たいと思っていたところはきちんと開けていました。広い田んぼがあり、ここだったら騒音の問題もそこまで発生しがたいということなんですかね。そして向こうに名物の嬉野茶が、今時期ではありませんが、しかし茂っているのが見えました。ちゃんと今自分がどこを走っているかというのが分かるような景色が西九州新幹線にはたっぷりあって、ごくわずかな乗車時間の中でもかなり景色のいいところだと思いました。今時の新幹線にしては珍しい景色の良さです。嬉野温泉もまだこの映像を撮影した時点では開業していませんが、多くの列車が止まることになっています。嬉野の街からしたらこんなに嬉しいことはないでしょうね。1時間に1本は新幹線が今後やってくるようになるわけですね。また進行方向の右側に嬉野の町や温泉街があります。そこに国道34号と書いてあります。江戸時代からの歴史ある主要な幹線道、国道34号です。それに並ぶ鉄道が作られることはこれまでありませんでしたが、ついに新幹線という日本の鉄道の中で最も上等なものがここへやってきました。
従来の特急列車時代よりも沿線人口の多いところを走っていくという関係で、途中駅も多めに設けられているようです。そして人口の多いところのお客さんをきちんと拾っていくためにも、多くの新幹線は停車駅多めで運転されるようであります。駅間の短いところで活躍する N700S の加速力が今発揮されています。速やかに速度を上げていくようです。嬉野温泉の駅を出ますと、進行方向の右手側に、私もこれが通るのが初めてですから確証は持てませんが、嬉野の温泉街が見えるはずです。しかし残念ながらどれも防音壁が高く全く見ることができなさそうです。まあ、街中ですからね、しょうがないか。もし見ることができたら素晴らしい眺めだし、第一嬉野の宣伝になっただろうにと思っていましたが、うおー、そんなことはもう売り込み済みだったのでした。ここだけ透明なガラスがはめられていて、防音壁の間から嬉野の街を見ることができるようになっていたのです。そして列車はこの先俵坂トンネルに入ります。全長5705メートル、全通までに6年の歳月を要したのだそうです。このトンネルを抜けまして長崎県に進みます。トンネルを抜けた長崎最初の景色はどんなものでしょうか。これがすごく良かったです。稲刈りちょっと手前の棚田、もう坂の具合からして長崎に入っているということがわかりますね。しかしこういう種類の景色は今までの新幹線にはなかったですよ。さあ次に大村湾がおそらく見えるはずです。楽しみです。どんな景色になるか、人生でも久々にワクワクした瞬間でしたが、その期待を超えてきました。すごい、こんなに景色が良かったのかと驚きました。正直もうちょっと景色が悪くなるだろうと思っていたのですが、西の琵琶湖と呼ぶべき大村湾が目の前に水を与えて、そして間髪入れる間もなく、もうすでに西九州新幹線の車両基地もすぐ横を通過していきます。いいものができましたね。まさかこんなに観光に適したものになるとは恐れ入りました。あっという間、行き着く暇もなく大村に着きました。新幹線の停車駅は新大村です。ここで振り返りますと、越えてきた山並みが後ろに見えています。美しい棚田の景色、ところどころには茶畑のようなものも見えているような気がします。到着する新大村、この大村市は長崎県の中でも人口が多く力のあるところです。しかしこれまで博多方面との直接の行き来ができるようにはなっていませんでした。大村の人たちは新幹線ができてまた随分便利になったでしょうね。ここでは在来線の大村線も新大村駅を開業させて、それぞれ時間帯がうまく合えば乗り換えることができるようになっています。また実は新大村駅は長崎空港の最寄り駅でもありまして、そして空港から長崎市内などへ向かう高速バスがすぐ近くにあるインターチェンジへ向かうため、この辺りも通る予定です。ですから飛行機を降りてバスに乗って、ここからまた新幹線に乗り換えてという移動もできちゃう可能性があります。長崎らしい境界の向こうに見える大村湾、本当にこの景色はいいですね。日本の新幹線の海の景色、3本の指どれを言えるかを今決めることができました。一つは北海道新幹線の函館湾、そして一つは山陽新幹線の徳山下松湾、そしてこの大村湾の3つでしょう。新しい鉄道路線に乗っていて心から面白いと思ったのは久々でした。そしてまた速度を落として、本当にあっという間ですね。ここもまた人口がとても多いところ、長崎県諫早市に来ました。諫早駅です。ここは在来線の駅のすぐ横に新幹線の駅も併設されることになっています。ここからは島原鉄道やまた在来線の長崎本線各方面への乗り換えができます。重要な新幹線の駅として機能していくでしょう。特に諫早はおそらくバスとの競合もかなりしづらいところだと思いますから、新幹線の輸送力が力強く発揮されていくところだと思います。右手に大きなカーブをしていきます。新幹線では珍しい右の急カーブで在来線の線路から一気に離れていきます。そしてこの諫早から長崎までの間が実は最も山の険しいところなのです。ですから長大なトンネルがとにかく連続し、この辺りでは外の景色を見ることはほとんどありませんでした。おそらくその長大なトンネルの狭間にあるほとんど唯一の車窓がこの辺りです。長崎の手前、険しい山がとにかく連続し、江戸時代なぜ長崎に海外との出入り口を設けようとしたかもなんとなくわかるような気がしました。そしてとどめに、西九州新幹線で最も長いトンネル、全長およそ 7.5 キロの新長崎トンネルを抜けまして、突然現れる長崎の大都会、他にはない面白い景色だと思いました。西九州新幹線は正直鉄道マニアとしてはもうちょっとつまらない路線になると思っていました。
あまりにも面白かったので心からお詫びしたいと思います。大変申し訳ございません。長崎にこれから行くのも楽しみになりそうです。よかったですよ。この日はまだ試運転、従来の長崎本線もまだ運行を続けている時でした。引退する特急とこれからデビューする新幹線の並びの写真なども撮れそうです。貴重な宝物になるでしょう。従来のかもめ号であれば博多駅まで全く途中乗り換えはなしで行くことができ、所要時間はだいたい2時間でした。新しい新幹線かもめ号ではこれを30分ほど短縮します。鉄道マニアの人の中には西九州新幹線の30分短縮というのは少なすぎるという人もいますが、もともと2時間とかかかっていたのが1時間半、場合によってはそれよりも短くということになるわけですから、1時間20分で行っちゃうこともありますからね。まあそれ考えれば十分な進化だと思いますけどね。従来の特急も素晴らしい列車でしたが、長崎までだいぶ楽になりました。特に福岡からの出入り往復すると1時間の短縮になりますからね。新幹線のホームからは世界の港長崎港と日本を支えてきた三菱重工の造船所が見えています。いい新幹線ができましたね。これがあとはみんなの納得のいく方法で福岡へ、そしてできれば大阪へ伸びてほしいと思います。長崎駅まで新幹線の試乗列車に乗った後、実際に余る新幹線が開業していなかったので、私は特急かもめ号に乗って博多駅に入りました。この後もうさすがに長崎に行く用事もできませんでしたから、結果的にこれが最後の乗車ということになりました。以前普賢岳、そしてちょうど干潮で干上がった有明海です。最後にふさわしい景色を見ることができて最高の思い出になりました。この期間は毎年最近ではもう10回ぐらい乗ってたんじゃないですかね。長崎方面に多く仕事のご縁をいただきました。長崎の皆さんありがとうございます。こんな乗車もこれが最後、とても好きな区間でしたが、ただちょっと難点だったのは今まさに乗っているこの美しい有明海の区間、諫早から肥前鹿島までの間は昭和戦前期に作った古い線路だということもあり、カーブが連続していて、かつ特急列車は急いで走らなければいけないということもあり、線路の分岐、速度制限、さまざまな事象によって前後左右方向に揺れが発生することが多かったのです。この区間の乗り心地は残念ながらあまりいいとは言えない状態でした。しかし西九州新幹線によってもうこの区間を走る必要はなくなります。長崎の方と鉄道の話をするときに揺れに関する話が多かったのが昔から印象的でした。何時のかもめ号は揺れるとか、座席の位置はこの辺りに座っておかないと揺れが大きくなるといったこと、特に長崎の方は敏感だったのではないかと思います。こうした問題からだいぶ解放されることになり、博多と長崎の間は所要時間の短縮だけではなく乗り心地の改善の効果もあるわけです。そしてもうこの区間では在来線特急電車の運行はなくなりますが、しかしそれでも今後も面白い列車が走り続けることになっています。特急電車の運行がなくなる代わりに、この辺りの観光に特化した二つ星4047という面白観光列車がデビューします。またちょうど今 YC1 という新しい車両をここで試運転していました。もう今度新幹線が開業するとここの電気設備はすべて特急電車が走らなくなる関係で取り払われて、ディーゼル運行などをするように変わるそうです。電気を使わなくても良くなる YC1 気動車が今あそこで新幹線開業後に向けて準備を行っているところでした。そして今通過したのは私が長崎本線の中で一番景色がいいと思っている里信号場です。特急電車はなくなりますが、この辺りの景色を楽しむのにふさわしい列車は今後もやってくることになります。また新幹線開業によってリレーかもめ号の停車駅江北駅は元々の肥前山口駅から名前を変えることになりました。私がスーツ交通チャンネルで一番最初に動画を撮り始めた大学1年生の時に撮影したまさにその場所が肥前山口でした。ついにこの駅の看板も新幹線開業で見納めになりました。新幹線ができると従来あった鉄道の旅情が失われてしまうということは多いのですが、今回の開業では新しい車窓、そして新しい観光列車、従来の特急列車もなんだかんだ新幹線と共に使われ続けるなど、西九州方面の旅の選択肢が前よりもより豊かになったのではないかと思います。またスーツ交通チャンネルでは今後も博多駅と長崎駅の間に亡き特急かもめ号の代わりとなるような面白い列車を時折走らせていただくことを計画しています。
1度目をすでに2022年の4月末頃 JR 九州さんのご協力をいただき運行していただいたところで、これは私が乗るための列車ではなく、視聴者をはじめ一般の方に鉄道を楽しんでいただくために運行していただいたものです。沿線のさまざまな事業者さんとのご協力をいただき、面白い車内販売や駅ホームでの特別なうどんを販売していただく、それから鉄道ならではの楽しみを味わえるようなさまざまな演出をするなど、大変好評いただきました。今後も運行していただく方向になっております。ぜひご期待ください。また私の活動を当初から見守ってくださった JR 九州さんでは、ただいま西九州新幹線の開業を記念してカモメ楽団という1日だけの特別楽団を組成し、西九州新幹線の開業をお祝いするイベントを行ったところです。私たちにとって魂のビデオですということで、 JR 九州の担当の方が私にいただきましたこの西九州新幹線開業記念のビデオを、この動画の最後にありがたくも紹介させていただき、そして皆さんにもぜひ九州へお越しいただければと思います。